皆さんこんにちは、磯貝萌子です。本日は MC 付きの演奏動画といたしまして、ドビュッシーの前奏曲集第2巻全12曲をお届けいたします。まずドビュッシーという作曲家について簡単にご説明いたしますと、ドビュッシーはフランスの20世紀の作曲家になります。他にも20世紀のフランスの作曲家というと、まあ、ラヴェルとかフランス6人組とか様々な数多くの作曲家がおりますが、その中でもドビュッシーは印象主義、音楽における印象主義の代表者として知られております。で、今回ご紹介する前奏曲集第2巻、その前の第1巻もそうですけれども、こちらも印象主義としてのドビュッシーを大きく象徴する作品となっております。で、このドビュッシーの前奏曲集は全曲通じてある仕掛けがなされてあるんですね。で、それどういう仕掛けかっていうと、まあ、楽譜の中における仕掛けなんですけれど、普通楽譜を開くと1ページ目に曲名が提示されてるっていうのが普通なんですけれども、それがドビュッシーの前奏曲集の場合にはないんですね。じゃあどこに曲名提示されてるのかっていうと、各曲の終わりのところにちっちゃく書かれてあるんですね。で、これはもちろん、ドビュッシーが、ね、意図してやったことなんですけれど、こういった仕掛けをした理由というのが、最初に曲名を書いちゃうことによって、その曲の、その固定観念、その曲のイメージを演奏者に植え付けすぎてしまうっていうこと、これをちょっと懸念して、それを避けるために冒頭には入って書かないで終わりのところに書いたというふうに言われております。なので、この動画の中でも各曲についての説明はちょっと省いて、曲名についてもちょっと伏せて演奏させていただこうと思います。はい、それではですね、ドビュッシー作曲の前奏曲集第2巻です。お聴きくださいませ。Thank you.
今後もこの MC 付きの演奏動画はシリーズ化しておりますので、どんどん新しいレパートリー準備でき次第またアップロードしていく予定でございます。また今後ともぜひご期待いただければと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お楽しみに。